文化放送から生放送でお送りしております田村敦史のニュースクラブここからはゲストコーナー今週のすごい人ゲストは数々の大企業に潜入取材企業が最も恐れるジャーナリストの横田麻生さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますお久しぶりですお久しぶりですなんか気づいたら なんかアメリカの方に潜入取材に行かれてたということで今日はその話をいろいろと聞かせていただきたいと思います前テレビでご一緒だったんですねはいテレビであの時はユニクロの潜入取材の話でしたっけその前の多分宅配便の話だったけどあそうだそうだ宅配便の時だと思いますだからあのすごく潜入した人じゃないと絶対に知り得ない情報が出てくるので <laughs> 今日もそのあたりをぜひお願いいたしたいと思います、はい、では、えー、横田正宗さんのプロフィールの紹介お願いしますはい 横田さんは年福岡県の生まれです関西学院大学を卒業後、予備校講師を経て、アメリカ・アイオワ大学のジャーナリズム学部で修士号を取得、1993年に帰国後、物流業界誌、輸送経済の編集長を務めます、そして1999年からフリーランスとして活躍、これまでにお書きになった本に、ユニクロ帝国の光と影、 ユニクロ潜入1年のほか2020年「潜入ルポアマゾン帝国」で第19回新潮ドキュメント賞を受賞そして今回「トランプ信者潜入1年私の目の前で民主主義が死んだ」をお書きになりました横田さんがこうジャーナリストになりたいなろうと思ったきっかけは何だったんですか大学の時に、はいえー、ノンフィクションの本をいろいろ読みまして。はい えー、それが非常に面白くて、うん、いつか自分自身も書いてみたいなというのが、えー、一番のきっかけですねそのなんか真実に迫る感じとかがやっぱた面白かったっすそうですねまあ,あのその当時読んだ本で「最後から来た妻と娘」という、うんえー、産経新聞の記者の書き方が書いたやつですとか「うん、フィリピーナを愛した男たち」という久田米海さんが書いたりそういう社会現象を扱いながら、うん いろんな問題を提起していくというのが非常に興味深くていつしかそんな本が書けたらいいなというのが出発点ですね、えー、このアメリカの大学でジャーナリズム学部に通われたそうですけどどうですかやっぱり日本のジャーナリズムとは違うんですか教えはは日本はほとんどジャーナリズムという学科がないんで、はい、数えるほどしか大学ないんで、うん、その中アメリカほとんどの大学であって。うん、その 大学では先生が編集長みたいな立場で生徒が記者みたいな感じでいろんな記事を何本かノルマがあって、はい、その、えー、タームのうちに書いて、うん、それを編集長である先生に見して添削して帰ってきてもう一回書き直してみたいな感じの<ー>かなり、えー、専門学校的な、はいえー、実技を教えてくれる。 場所でした、えー、じゃあそのみ,みんな生徒が取材したものでもう一冊のなんていうんですかいあの専門誌というか何かが出来上がるんですかーーペパー的なそういうのを作ってくれる先生もいて。は あの生徒たちが書いた記事で一冊新聞を組,組んでくれる先生とかも言いましたね<ー>、はい、日本にジャーナリズム学部がないのは何てうんですか統、ね、計的に学ぶっていうのはなかなかあります、うん、今あるのはだ僕が知っているのは上智大学とか新聞学科同志社大学とかいくつかありますけれども、はい、数えるほどですもんね。<ー>でもなんていうかあの アメリカはジャーナリズムを学んちゃんと研究して教えていこうっていうのがもう随分前からあるんで、うん、んそこら辺は日米かなり違うかなっていう感じはしてますね。なるほどね。そうなると僕たちがねこう真実により近づけるかどうかにも関わってくることですけどね。そそうででですねこら辺あのだアメリカの大学ってかなり層が厚いんでその日本,日本でも 草野球の層が扱ってプロ野球が成り立つように、うんうん、その草の根のところがかなりしっかりしてるっていうのがアメリカのジャーナリズムですね。そっか。だからそのお大きいたくさんの人数がいる中から選ばれし、ね、ジャーナリストが出てくるから良質な記事が出てくるってことですか。はそうですね。なるほどね。でこのアマゾンとかユニクロとか潜入ルポという取材を取ることでまああのすごく話題になってますけども、うん、これを 潜入して記事書こうと思ったきっかけは何だったんですかきアマゾンアマゾンドットコムという会社がありましてそこに僕2回潜入してるんですけれども 1>,、はい、1回目20023年もう20年ぐらい前ですかアマゾンの物流センターに半年ほど働いて、はい、それをもとにアマゾンドットコムの光と影を変えたっていうのが出発点ですね。うん でそれから、えー、多分今まで5冊ぐらい潜入ロボット名の付いた本を出しております、はい、やっぱ中に入らないと得られないんで,すよ、ね、そうですねそう情報企業は自分の、えー、よくない情報は隠しますんで、うん、それを救ってくるには正面からの取材だけではなかなか見えてこないんで、うんはい、潜入して見えてくるっていうものは多々あり,ありまして、うん、その代わり時間がかかると。うん あの正面から聞いたらすぐ進むところを潜入していくわけですから非常に時間にと手間がかかるん <laughs> その働き続けるんですよね。そうですね。そ,すねその場所で。そうですね。これはね。過去の潜入の話と、はい、まあ今回のトランプ氏の,の潜入の話はこの後二時台に伺いたいと思います。すうん、皆さんが質問もお待ちしてます。メールアドレスはアルファベットすべて小文字でニュースクラブアットマーク jyqr ドットネット。 ファックス番号はゼロ三五四ゼロ三一一五一。あなたからのご意見お待ちしています。ではリクエスト曲いただきたいと思います。が何にしましょうか。今和の清志郎で人間のクズ。これ選んだ理由は。え自分のことをクズだという今和の清志郎が大好きで、うん、我が家のスタンダードナンバーみたいになってます。一回立ち返ろうみたいなことですかですね、えー。ではお聞きください。どうぞ。 fm 九一六 am 一一三四ラジコでも聞けます。文化放送田村敦氏のニュースクラブ。ここで、えー、今日は、砂山さんから来週のお知らせお願いします。はいえー、文化放送。来週三月三十一日に開局七十周年を迎えます。うん 来週3月28日月曜からの1週間を開局70周年ウィークとして、まあ、いろんな特番だったり特別企画をお送りしていきます、はいで。この開局70周年ウィークのスペシャルアンバサダーを務めるのは村上信五さん、はい、伊藤麻子さんそして田村敦さんでございます、はい、ありがとうございます。 で来週のこれ3月31日木曜の夜10時から4月3日日曜の夜8時までこの70時間をまあ70時間特番としてお送りするんですけど、まあ、その最初になります3月31日夜10時レコメンの中でも淳さん、村上君、あさこさんこれ揃って登場という予定になっています。 でこのニュースクラブもスペシャル編成で、うん、来週は伊藤志郎さんに、はい、伊藤麻子さんを迎えてというあ<ら>ダブル伊藤,伊藤、うん、お送りします淳さんは岡柴の方にも出られる、はい、ということなんです人も来週スペシャルこの70周年ウィークの文化放送よろしくお願いしますま、うんうん、もなく2時です 文化放放送送送のスタジオから生放送でおおりりしております田村敦のニュースクラブ「今週のすごい人」ゲストに、えー、数々の大企業に潜入取材企業が最も恐れるジャーナリスト横田昌夫さんをお迎えしておりますが、えー、ここからはですね横田さんの潜入取材の裏側そしてお書きになった本「トランプ信者」。 潜入一年、私の目の前で民主主義が死んだについてお聞きしたいと思いますが、これ潜入取材って、やっぱり一口に言ってもものすごく時間がかかって、あと途中でバレるんじゃないかとかっていう、その危険性も当然、あ,あるわけですよね。あります、ね。君、なんかジャーナリストだってねみたいなことを言われたら、もうそれまでの期間の取材がもうおじゃんになるわけですよね。<laughs> はい。その中で。うん こう身を潜めるというか自然にしながら取材するんですがケースバイケースですけれども、うん、僕がユニクロに取材した時は、はい、その前にユニクロの本が、えー、僕が書いて2冊ユニクロの本を書くんですけど、はい、最初の本が名誉毀損で訴えられていた後に潜入するんでそのまま潜入しても名前,名前が一緒だったらバレるだろうということで。はい 一回妻と離婚して、妻と再婚して妻の名前になって、名前を変えて潜入しました、ね。はい、そこらに名前とか嘘嘘の履歴書を出すと、後々裁判とかになった時に、そうですこっちが負けちゃうんで、でねはい、だからあの離婚して、えー、再婚するという裏技を使って、まあ、ほ本当の名前ですもんね。<laughs> はい、間違いなく。法的に変更してますもん、ね。<laughs> ですね。 奥様は何ておっしゃってましたか <laughs> あの結構変わった人なんで、はい、あのそんなのを喜ぶたちので、ね、ああれそれでいけるんだったらそうやろうよと <laughs> はい、はい、だから何度も潜入できるわけですね。<laughs> すねこれでもこう、はい、ユニクロでこうジャーナリストであることを隠してユニクロで取材してやろうと思ったきっかけは何だったんですか で勝った裁判してるときは取材禁止だよと、はい、裁判中だから、うん、それは分かったと、うん、で裁判勝っても取材禁止だよということで、うん、なんで、うん、いやなんでって言われても禁止だからみたいな感じで言われて一方的にそうそうそれでその時ちょうど柳井さんがうちの企業は嫌いな人は働いたことない人だから働いてほしいみたいなこと雑誌で言ってたわけですよ <laughs> <laughs> ほうと思って。<laughs> それその嫌いな人っていうのは多分僕も入るんで、うん、それなら潜入してみようかということで、うん、名前を、えー、離婚して再婚して名前を変えて一年間潜入したという感じです、ねうんうん、は嫌いだったら働いてくれと、そしたら好きになるからっていう意味で言ってたんですよね。はい、そしたら横田さんが、うん、じ,じゃあ行ってみよう <laughs> でこうやってみていかがでしたか。その潜入取材 下からこそ分かったユニクロの内部のことってどういうことですか。やはり労働の実態、現場の労働の実態が見えてきて、うん、やりがい搾取みたいなところがありまして、うん、どういうことかというと、ユニクロは年に2回感謝祭という大安売りやるんですね。はい。すると平日の3倍ぐらいお客さんが来るんですよ。うん、でもあの労働者の数は変わらないと。対して。 はい、レ,ジレジなんかずっと一日中売ってるっていう、うん、一瞬一瞬も休みなくそうすると労働者としてはちょっと時給に色つけてよと、うん、もういつもよりね<の>忙しいからでもそういう時にその店長が出てきて、うんあの「ここは自分を成長させるいい機会だから」 うん、皆さんぜひですよ<ー>でもそれはユニクロの利益の実現であって自己実現ではないわけで <laughs> そういうなんか、うん、ええー、みたいな話がところどころにあるし、うん、ではた僕はそのかなり重い荷物を運んでる作業をやってて、はい、でそれが終わった後にそのあのに売り場に戻ったらあのその重い作業やってたのって。そのうん 労働者の人が聞いてきて「うん、いやあの楽しんでやってます」みたいなことを言うと「うん、何が楽しいもんだあんなのも奴隷の仕事だよ奴隷の」みたいなことを言うわけですよ。<う>美味しいと、うん いい言葉だと言って僕はメモして <laughs>、うん、<laughs> あのそのまま書くと違う働きがいがいるようですねその本来ならねそんな言葉を投げかけられたら苦しむところを取材ですからねなんか美味しさが違うんですね、うん、なんか美味しいポイントがちょっととは違ってくるんで <laughs>、うん、なんかし,しんどい仕事もまたそれはおいしいとるなるほどかけるんで知れますからね、うん、また書く材料になりますんでね実際でもユニクロの潜入中10キロ体重が落ちたんですか落ちましたね あの時もズボンが本当新しく買い替えたような感じずっと立ってますんで、うん、労働時間九時間ぐらいずっとた立ちっぱなしですんでへ<ー>落ちましたね体重びっくりするぐらい、ね、はい。そのバレかけたことはないんですか <laughs> ありますねユニクロの時に <laughs> その注文品の伝票当時は手書きで書いてたんですね、はい、お,お客さんがお店内室な,なものを注文する時の伝票を書いて、うんうん そこで注文品をを取り寄せるというこころででで最後自分のの名名前前店員が書くんですよ、はい、アルバイトそ本当は名前変えてるのに、うん、名前変えてるのに気付かずに横田まっソって書いてわわでよ隣にああの正社員の人が立っててなんか気まずい雰囲気になってあれ何か違ってんのかなと思ったら僕は自分の名前を書いその元の名前を書いてて <laughs>、うん、それを30銭ぐらいで消して <laughs> <laughs> あもう一回妻の名前を書き換えました。<laughs> でも下手したらね、まあ、ピンとくるでしょうからね、ユニクロの社員さんとかは、あ、なんか聞いたことあるぞ。え、あの人か、ね、まあ、でも三十銭で消してるから、まあ、なんかそこは大丈夫だったんですね。ギリギリセーフでしたね。ねねラッキーでした。うん <laughs> <ー>。まあでも仮に僕が店長だったとして、名前をこう合法的に変えたあとなってても、あれ？ もしかして横田さん、横田マスオさんって分かっても。対処むずいですよね。もう取材始まってますから。<laughs> もう入ってますからね。ねまあ入ったもん勝ちみたいなとこありますね、うん。だから変に解雇しようもんなら、え、どういう理由で解雇なんですかみたいなことになりますもんね。最後も、え、一年間働いて、うん、最後。 新宿のビックロというところでありますビックロあそこで働いている時に働きながらそのことを週刊誌に書いたんですよ働いてると非常にしんどい職場であるみたいなことを書いたら次のシフトまでに僕は首を切られるだろうと思ってたんですけれども首を切られずにちょっと店長室に来てくださいっていうことで店長室に入れないんですアルバイトとかもう雲の上の存在ですので。 店長室に呼ばれて人事部長が来て「はいうん、今日やめてください」って言われるから、はい、嫌です <laughs> 何でやめるんですかって,っていやこれこれこういうことを書いてますね書きましたと何かも事実が違いましたかっていや事実が違う違うないの問題じゃなくてやめてほしいと「いやそれはやめられない」的にということで結局、えー、解雇通知みたいな感じでやめさせられるんですけれども、うん、でも一回雇われるとなかなか日本の企業ってやめさせられないんで。うんうんうん 先ほど言ったように入ったもん勝ち潜入した時でも半分ぐらい成り立ってるというような感じですねそうですねやめさせられる時もまたおいしいそうですねこんな言い方してくるのかと全部全部録音してますね。つえ、だって取材ですもんねそうです取材ですその闇の部分をみんなに知ってもらうっていう使命がありますからね このアマゾンのの時はどううででしたかこの巨大物流センンターそうですねアマゾンって先ほど、はい、アマゾンは2回潜入してるんですけれども、はい、1>, 1回目20年前ぐらいはアルバイトとに、えー、物流会社日本ツーンっていうのは真ん中に入っててそこにアマゾンが上にいるんですけれども、うん、アルバイトはアマゾンのことを「アマゾンさん」と自然に呼んでたんですね。 アマゾンさんはねアマゾンさんはねみたいな会話が進むわけですよ。それが15年以上経ってもうけ潜入してみると、はい、このアルバイトの人がアマゾン様はねアマゾン様はね<ー>っていうことで話が進むんです<ー>アマゾン様になっててさんが様に変わってた様様になっててどんどん遠くなってるんですよね、うん、アルバイトとの距離が。うん、でめったに現場で見,見かけることがなくて現場はそのあのアルバイトの仕切りの会社とかが入ってるんで。はい、<ー>アマゾン様には 到達しないですね。なか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 お目にかかれない。<laughs> はい。でも誰かがどっかのタイミングでいやサンって呼ぶなよ、さマにしろみたいな直接言ったかどうかわからないにしても何かしらこう距離を感じるようなアクションがあったってことですよね。そうですね。みんながみんなアマゾンサマって言ってましたんで。 びっくりしました。十十五年間の変化ですね。俺なんてアマゾンって言ってやりますけどね。<laughs> ね <laughs> 俺アマゾン使ってんだよってね。<laughs> って言ってますけどね。何、ねはい、かしらの教育があって転換点はあったんですよね。そうなんだ。こう。 でもやっぱこうあの巨大物流センターってその働き方としてはどうなんですかなんかロボットが入ってって人間の力を極力使わないで負担減らすみたいな話もあ,るありますけどでも最後はやっぱり人の力なんですよねそこらへんそのロボットが入っているうんっていうのはかなり宣伝めいたところがあって、うん、そういうふうに 人に優しい労働者に優しい企業を目指しているよというアマゾンの宣伝なんですね。実際入っているところもあるけれども、それは日本でまず、うん、僕が行ってた時き一二か所。はい、あとはみんな僕は一、えー、日八時間で二十キロ歩いてますね。<ー>ピッキングで二十キロ、マラソンの半分ですね。うん、歩いて、えー、物を探して取る、取って。 それを、こ、あのベルトコンビアに乗せるっていうのをやってましたね。心折れないんですか、その取材ではありますけど。あ折れますね。二 <laughs> 十キロは、もうかなり、もう、うね、もう四十過ぎてたんで。五十、はい、五十近かったのかな、二回目の取材は。はい、初めの時も三十代だったんで、それも歩いてても、まだ元気だったんですけれども。うん 心折れるとな,んか肺になるようなほどでもそれを身をもってね、はい、他の人もそうなりながら働いてるってことを身にしみるわけですよね。どうなんですかそのあの雇われてる人としては何て言うんですか優秀な人っていう認識なんですかそれとも「よくサボるね <laughs>」っていうタイプの認識をされてるんですか どこでも潜入した時は例えば時給以上の働きはしようというタイプなんでユニクロでも結構重宝されてましてもうヨルさんに任せてればいいよっていう <laughs> まあまあそこまではないですけど、はいまあ、まあまあまあしっかりやるアルバイトだなということでアマゾンの場合はスピードが出ますんで、はい、そのピッキングのスピードっていうのはいつもあの計量さ,されてるんで、うんうん、できるだけそこに近づこうとするんですけどももともと 達成不可能な目標が出てくるんでその次の、えー、商品をピッキングするまでに30秒とか出てくるんですよ、うん、でその30秒はコク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 とあのタ,イタイムアウトしていくう感じで,<ー>で30秒で見つかるわけがないんですねなかなか、うん、そ,うそう近くであっても、うん、から遠い場合は3分とかなってそれコ,クコ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 クと、うん、ずっと追い込まれるんですかです、ね、じゃあ時間に働いてる間ずっとですね常に。<laughs> 次ははいはい次の商品はい時間、はい、時間はい過ぎてるよ過ぎてるよ何分過ぎてるよとか俺はもうじゃあちょっとクリックして買うときに急がなくていいですね <laughs> に急いでないので、ね、急いでないのね,ですね,ねアマゾンさんが急いでるだけで、うん、アマゾン様か <laughs> 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 そんな横田さんが次の潜入ターゲットに選んだのがトランプ信者、うん、出たシシャツが T シャツツがが これこのトランプ信者潜入1年私の目の前で民主主義が死んだなぜ今までこう企業だったのをこうトランプさん陣営っていうところに変えて潜入取材しようと思ったんですかもともとアメリカの大統領を取材したかったというのは20年ぐらい前からあって、はい、え非常に4年に一度のお祭りですんで、うん、そこでええー それを一回取材してみたかったというのが一つとあと2016年でトランプが当選した時にびっくりしたんですねなんか相当ろくでもない人なのにどうしてと大統領になっちゃうんだろうと思ってで本を読むと相当とんでもないんですね<ー>ろくでもないっていうか、まあ、ろくでなしというか人でなしというかその中間ぐらいのなんですけれども。<laughs> はい だそういう人をアメリカが大統領に選んだと一回、うん、で2020年はもう一回選ぶのかというのを見てみたかったという感じですね。なるほど、ね、で中でどんな空気感なのかとか、まあ、だってあの,いその大統領選,選選ばれた時の大統領選もおそらく負けるだろうという,そうです、ね、見方がね強かった中での、まあ、大逆転的な勝ち方してましたもんね。ね大逆転で、まあはい 誰がその大逆転して一番驚いたかというと、うん、トランプ自身が驚いたトランプ自身が勝つと思ってなかったからなるほどそして,て勝ってしまってあなってしまったみたいな驚きがあったのが2016年の大統領選挙ですねは<ー>でその潜入取材って言ってもそのトランプ陣営ってそんな簡単に潜入できるもんなんですか <laughs> この共和党事務所というのは州にありましては そこ,でそこでボランティアをしながら働いたわけですけれども初めそれノウハウはどこにも書いてないんで、うん、誰もやった人がいないんで、はい、で行けば身分証明書みたいな提出を求められるだろうと思って、うん、で僕はパスポートを持ってたわけですけれども、はい、パスポートには5年間有効のジャーナリストビザみたいなの貼ってあるんですよ、うん、だからそれを見せてそのページをめくられるわけにはいかないと。うん、だから 一ヶ月ぐらいかけて運転免許を取ったんですアメリカの。うん、それは運転免許は ID として通用しますんで。うん、で持ってボランティアしたいねということで訪ねていったら一切何も見られなかったと。ノーチェックですか。ノーチェック。えー、名前名前さえもチェックなし。えー、国籍さえもチェックなし、えー。もうやりたいって言ってる人は全部入れるってことなんですか。まあ名前書いてということで。はい、僕マッソーっていう。 名前は言いにくいんでアメリカは、はい、英語ではマイクと M を取って、はい、マイク横たって書いて、はい、で電話番号書いてメールアドレス書いてそれでオッケーそれでスタート。トランプさんって結構外国人に厳しいから、うん、そこになんか明らかにアジア系の人が来ると警戒されないんですか？うん、あの非常に浮いた存在ではありましたね。うん、あのトランプ陣営って大体白人のための白人の党みたいなところあるんで。うんうん そこでアジアジ人が働いいてると確かかにおかしい、うん、だからその警戒されないためにあのトランプさんって80年代ぐらいにトランプ自伝っていう日本で出してるんですねアメリカにも出してそれ日本に翻訳されてるんですけれども、うん、その本を持っていって、うん、この本を読んでん感銘を受けたと <laughs> 日本にもこんな政治家が必要だという話をひとくさりして <laughs>、はい、で表紙見たらその本であることは分かるんで、うん、日本語で書いてあっても、うん、これが日本語版だということをとうとうと通って。うん 雇ってもらったというかあるいはボランティアにしてもらったという感じですねにしても簡単に潜入できましたねそうですねその2016年の時は、はい、ボランティアが、えー、秘密を漏らしたかなんかいうことで、はい、かなり高額の訴,訴訟をふっかけられてるんです、うん、トランプから、うん、そんなもん読んでたんで、うん、アメリカで訴訟を吹っかけられても困るんでこれがまた,、うん、ただからいろいろ免許なんか取っていきましたけれども たら全然誰も僕がやってたということは気づいてないと思いますね。その人営の中のえっとコミュニケーションはど,どうやって取ってたんですか。そのなんかいるんですかチームリーダー的な人がいるんですか。チームリーダーの人が一人いて、はい、その下にあのボランティアがいっぱいついてて、うん、だからボランティア同士で集まって話をするということはめったなくて、うん、その あのチームリーダーの人がゴーサイン出したらあとはもう自分で勝手にやってということで、はあ、もう自分でスマホにアプリを入れて住所録と名前と書いてあって。はあ 例えば田村つしさんというところに行って、うん、あのトランプに投票してほしいんですということをお願いしてずっと回るんですね。はい、うん。<だ>時に今日持ってきたこの赤い帽子をかぶってらっしゃって回るんですか。<laughs> そこのこの赤い帽子は <laughs> 赤い帽子はこの、うん、トランプ陣営の人だ <laughs> 完全にトランプ陣営だ。赤い帽子はそのボランティアをやってた時に、はい、そのトランプの支持者の人からもらこれもらったやつなんですね。はい。 かぶれとお前もトランプをし応援するのならまあお前これをかぶっていけということで、うん、この帽子をもらってそれからずっとかぶって歩いて、うん、それとプラスしてトランプのオフィシャルサイトっていうのが通販サイトがあってはい、はい、あこの「アイラブトランプ」とか T シャツを何枚か買って <laughs>、はい、パーカーも何枚か買って。うん あの赤と青がトランプのイメージカラーなんで、うん、赤の帽子とこれが赤の帽子でもう一つは青の帽子もあるんですかね、うん、そんなやつをいっぱい買い込んでユニ,ユニフォームみたいにして歩いて回るちゃう。ではその僕はそのあの時のアメリカの空気感わからないですけどあの横田さんは。 トランプさんがなったのなんて、トランプさん自身も驚いてるんだって言いますけど、街中でその支持者はやっぱりいるわけですよね。いますね。はい、あ。どういう空気感ですかアメリカ、本当に分断されてる感じはあったんですか?。分断されてますね。そのこの帽子をかぶって、そのボランティアしてるとよく分かって、はあ、そのトランプ支持者からか大歓迎されるんですよ。うん、よく来た。うん、で、おじいさんなんか、僕の手を握って。 君の手は神に与えられた手だとか言うんですよ。いやいや、<laughs> 俺の手なんだけどと思いながら、<laughs> そういうおじいさんもいれば、うん、でもトランハトランプの人たちはこの帽子を見るだけで、うん、もう指揮力出てい,いけと。追い払われる、うん。もう追い払われる。はい<ー>。こともあれば、警察を呼ばれたこともあります。ええ？どうどういう理由？それは僕がそのその。 追い払われたあ後,後にスマホに、うん、あの入力してたんですよ。うん、それがなんかスマホで写真を撮ったというふうに見えたらしくって、うん、で僕が歩き始めるとすぐ警察が来て、うん、だけども警察もこの格好を見たら何してるか分かるんで「うん、はいはいあのトランプの, <laughs> あのボランティアね」みたいな感じですぐ何も問われずに 終わったんですけれどもそういうふうに警察と呼ばれたこともあれば中指を立てられたことも二回ありましたねこれぐらいの距離でドーンってこのバンを叩いて1メートル2メートルぐらいで顔の前に中指中指立てられてそれもこの僕に立てられたというよりもきっとこの帽子に対して立てられたんだろうなっていう感じがしますね入られたところがまあすごいミシガン州ですよねだからこう氷が 逆行してたま,まさに半々の場所に入られたってことですよね一番その2016、えー、激戦州と呼われる州の中でも、うん、一番その2016年の票差が少なかったところがミシガン州でほとんど4万400万票あって1万票差でトランプが勝ったみたいな、うん、あるかなしかの,あの差で勝ったところで結局そこを取るか取らないかで民主党と共和党がの大統領の,あのどっちになるかみたいな分かれるという州だったんですね。うん だから僕が行ったところも半々ぐらいトランプを応援してくれる人が半分、うん、でトランプに非常にムカつく人が半分、うん、で街中がそんなふうになんか分断してたらなんか心休まないですね片や応援してくれるけど片や思いっきり顔の前で中指立ててくるってそれは大統領選が終わったら本当もうノーサイドみたいになるんですかななななららいいです、ね、ならないですすねねずっと遺婚続きです、ねへー 一応大統領選が終われば一応ノーサイドということが名目的にアメリカではなってますけれども、はい、そんなことなくて、はい、やっぱり、えー、トランプを応援する人たちはなんでトランプが負けたのか分かんないと、うん、でバイデンを応援する人たちはもうトランプなんかならなくて本当とよかったという、うん、じゃあもうずっとその意向は残ったままなんですね街に実際このトランプ信者っていうのは実際横田さんどんなふうに感じられました、うん そうですねあの僕の本の中ではトランプ支持者と信者って分けてまして、うん、そのトランプ支持者というのはトランプに投票した人がトランプ支持者だと思うんですけれども、うん、トランプ信者はそのあとに,そのに、えー、2020年11月3日に選挙があって負けたわけですけれども負けたことを認めずに不正選挙があったということでトランプが勝ったと信じている人たちをトランプ信者と言ったんですね僕は。はい、それはもうほとんど宗教的な感じで、うん 事実かトランプは負けてるわけですけれども、うん、その負けてるという事実を受け止められ,られずに信じてる勝ったと信じてるいまだ信じてるって言ったちを僕はトランプ信じるとはいます。トランプさん自身がね負けてないんだ不正があったんだって言い続けるからその煽ったことは間違いないなですよねトランプが言い出したことですから、はい、あのコロナであの郵便投票すれば、うん、不正投票がはびこるということを。 何,何百回と繰り返し言ってますね、<ー>それは全部嘘ですけれども横田さんはそのトランプ信者のふりをしないといけないんですよねいえあのボランティアの時はそうですけれども取材,し取材しに行くときもう取材、11月3日に選挙終わった後は普通の取あとはい、<ー>その取材の中であの連邦議事堂の襲撃事件を目<ー>の当たりにされた、うん、そうですね。これもすごかったですね。ね 1>, 1月6日に連邦議事堂の襲撃事件があったわけですけれども、はい、その日、えー、トランプが朝から、えー、演説をするということで僕はワシントン DC に見に行ってて、うん、であ朝午前中トランプが出てきて演説をして、うん、今から連邦議事,に議事堂に俺も歩いていくから一緒に歩いていこうみたいな感じで言うわけですよ。もち、うん、ろんトランプはそんなところに行かないわけで彼、うん、はホワイトハウスでテレビを見てるわけですけれども <laughs>、うん、その間それを真に受けたトランプ信者が。 連邦議事堂を襲ってその時5人の死者が出たと、うん、でその時最前線で僕はあのー、<っ>見てました<っ>そこで催涙スプレーかなんかも大量に浴びて、うん、も本当に息ができないぐらいの大量のスプレーを浴びたりもしました何、うん、て言んですか人のこう熱狂というかもう信者でトランプさんが言ってることが正しいんだこの議事堂を乗っ取るべきだっていうその人たちって どういういその空気だったんですかもう何ていうか狂気というか、うん、どうして、うん、熱,熱いこと熱いですよね連邦議事堂側には警察とか州兵とかいるわけですけれども、はい、その人たちをなぎ倒してでも入っていこうとする人たちだったんで、うんえー、僕も中に入りたいなと思いながら見てたんですけれどもその時押し合いへし合いで2人ぐらい亡くなってるんですよね。うんうん ちょっとと無理だな思あの、うん、その1人出てきた人はその中から中で催涙スプレーを浴びて、はい、その水ペットボトルを1本目にかぶ浴びて、うん、そして洗い流しててでこのど,ど,どうしてそんなことをすんのって言ったら「うん、神の意志や神のご志だ」っていうような感じなんですよこのせ突入することが。うん熱い 暑いといえば暑いけれどもかなり危ない感じの暑さを感じる現場でしたね。うん、なるほど。それはもうみんながそのそこに集まっている人がそれぞれにこうかき立てるような感じなんですか。なんかもうみんながみんなコントロールできない人の集まりなのか。それともまあ誰かがああ煽られてバーンと突入するからそれにつられていっちゃったのか。まあ最初に突入する人たちがいててそれを見ながら。 あの、また、周りが煽り立てるんです。うん、その相乗効果悪循環みたいな。が悪循環みたいな感じですね。いや、もう、そうなった時の、その集団って、やっぱ怖い,、ね、怖いですね。怖かったです。そ,その、飲みこば、ま、その熱気っていうか、その人に飲み込まれたら、本当命も。ね、危ない現場ですよね。うん、そうですね。本当に、亡くなった人、五人出たし。怪我、怪我をしてた人も、百人単位で,で、出てますんで。うん かなななり危ない危いい現場でしたねまあ詳しくはご本を読んでいただきたいと思うんです、うん、よちょっとお時間来まして、はい、まあ今こう世界が混沌とというかまあこうロシアのウクライナ侵攻とかでちょっとバイデンさんのこうなんか足元もグラグラっていう中でまたトランプさんがねっていうちょっとアメリカもどうなんですかね、うん。2004年は 僕はトランプがもう一度出てくると思ってます2024年,年はトランプがもう一度大統領選挙に出てくると思ってます党もそれを支持するんですか今してますね<ー>トランプが一番人気なんでい,いくつか他にも候補がいることはいるんですけどやっぱトランプほどの人気を誇る人はいないんでトランプが2020そ,それで本人も非常に出てきたい、うん、やる気満々なんで、うん、そのやる気満々であり 共和党も支持するということならば、二千二十四年トランプあり得るありう。そのあたり行かれるんですか？ま、行きたいですね。<笑><笑>じゃあまだそのね帽子と T シャツは取っとかないといけないですね。<laughs> はい、歴史があるから君はあの時からの支持者。でもさすがに顔もうバレてんじゃないですか？<laughs> いやそんなことはないと思いますけど。もう向こうーノーチェックだから。 そうまあ、ぜひ潜入して、ね、また話を聞かせてもらえたらと思います、ね、この本がじゃあひょっとしたら第1弾になるかもしれないですけど <laughs> え横田正夫さんがお書きになった本「トランプ信者潜入1年、はい、1> 私の目の前で民主主義が死んだ」小学館から発売中です、はい、では最後にリクエスト曲いただいてお別れですが何ししましょうか、えー、斎藤和義さんの「歩いて帰ろう」だいぶ前からコンサート行ってまして、うん、この年末も。 斉藤さんのコンサートに行ってきて、はい、この曲がかかってて、うん、非常に大好きな曲です。えー、安らぐんですか。はい。<laughs> なんか、この、この、さっきのね、あの、曲のタイトルとはまた、違うほっこりな感じなんでね。<laughs> はい、よかったです。最後、明るく終われて、良かったですが、また、ぜひ、遊びに来ていただきたいと思います。また横田正夫さんでした。 東京浜松町文化放送のスタジオから生放送でお送りしております田村敦氏のニュースクラブ。ここからはメールコーナー敦氏の部活です。今日のテーマはこちら。まるまるの裏側。うん、さあ行きましょう。ね、教えて。はい。パンチラ夢工房さん、六十二歳 <laughs> 横浜市の方です。<laughs> まるの裏側といえば私は20年間中学校の教員をやっていたんですが、うん、学校の会議っいうのは沈黙が結構多いんです、うん、発言すると責任が発生すると考える人が多いのか都合が悪くなると沈黙する先生が多いこと多いこと私は沈黙ってやつが大の苦手で沈黙が続くとすぐにあれこれ発言してしまうんです、うん、結果いろいろな仕事を抱え込む羽目に。 でも沈黙に徹する先生ほど生徒には話し合いにはもっと積極的に参加するようになんて言うんですよね。なるほど 言ってることとね、行動が伴ってない。俺も喋っちゃうな。何なんですか、この空気。<laughs> マジでこう、この進展しないんだったら、一回こう会議閉じませんか,か。うん、なんとか先生ってどう思うんですか。<laughs> あ,あ、じゃあ、やられたらどう。<laughs> <laughs> 発言するけど、俺は絶対しょうがないっていうスタンスを。回しそう。まうん、回すでしょうね。うん、さあ、続いて、こちら、まるまるの裏側。練馬区のラジオネーム、トトさん、四十七歳、男性の方です。 下下系の医療の現場を扱ったドラマでよく手術室で外科医が女子に汗と言って額の汗を拭かせるシーンがありますが実際ではまずありません,、うん、んか全身麻酔で患者が寝ると手術室の雰囲気は和やかになりオペ終わったら何食べ行く この前の合コンどうだった？なんて会話ばかりです。グレーズアノトミーっていう研修医のアメリカのドラマあるんですよ。うん、まさにそのオペ中にいろんな話してんの。昨日あのセックスした相手がどうなのみたいな。<laughs> そんなことあるかよと思ってたけどあるんだね。<ー>あるんだ。まあさすがにギリギリの手術じゃないでしょうけどね。これ余裕のある手術でしょうけど、ね。<laughs> まあね、うん、そうね。緊迫余裕の手術よね。うん 猛蝶とか、うんうん、それでも嫌だけよ嫌ですけどね、うん、ラジオネームセコビッチさん埼玉県の方です皆様こんにちは裏側というほど大げさなことではないのですが、うん、以前服を売っているお店がセールをやっていましたが、うん、店員さん同士の会話でもうちょっと煽らないとダメですよねという会話を耳にしました、うん、店内はユーロビートが流れ何割引きといったアナウンスがされていました 商品はみんなイケイケ風の派手なものが多く買い物はしませんでした <laughs> <laughs> 曲で煽ったで曲で煽るのーユーロビートで購買意欲増さないからそうですね、うん、<laughs> その根拠のないなんか嫌ですよね <laughs> そういうなんかデータに基づかないでこうなんとなく雰囲気で盛り上げたらみんな買うっしょみたいな嫌だね。<laughs> そうですね、うん、いやさあ続いて 横浜市犬ヌバウワウさんです44歳、うん、男性の方です、はい、マッサージ業界の裏話です、うんえー、正直言って無免許でマッサージを仕事としている人々の方が多いです、えー、医療費控除に使うからマッサージ治療費って領収書に書いてと要求して断ったり控除に使えないという人は絶対にインチキ無免許マッサージ師です 警察に相談しましまょう温泉場やホテル等でのマッサージでもマッサージ師が行っていれば医療費控除に使えます<ー>なるほどあじゃあ着れません領収書が出せないっつったらそうってこと、うん、<ー>資格を持ってる人はもうホテルだろう温泉だろうが医療費控除で使えるしっていうあ,あれってなんか免許なくてもお店を開くことができるんですか どうなんですかね柔道整復師とかがちゃんとした免許を持ってる方だと思うんで,うん、うん、うですが、ね、ビッグダディ、大丈夫かな <laughs> <laughs> ビッグダディ、免許あるよね、きっと。あるね、あるあるある。ある事実上店舗を開設すること自体なんかできなくはないと思うので,うでビッグダディ、焼肉屋さんの中の一室使ってなんかそういう整体やってた時期あるよね。焼肉屋の中 そそうそうなんかあの<ー>番組も終わった後その生体を焼肉屋の一室曲がりして、うん、俺ビッグダディ結構追っかけてたんで知ってるん,、うん、んですけ、ねうん、好きだし、うん、今も好きだし、うん、もう一回やってほしいぐらい <laughs> だいぶね子供大きくなっちゃいましたよね、うん。なんかかこの前4女だか3女が ね、女子プロレスラーに、ねえー、デビューしましたよね大きくなったなっつって俺はあの次男の淳が好きなんであのの名前すごいあのしっかり者なさ淳ラジオネームありえないエリア内さん高校生の時にアルバイトをしていた某大手スーパーですが私の入った青果売り場と隣り合った鮮魚精肉惣菜売り場の惣菜売り場の裏側は、うん 閉店前に社員さんが退社するとアルバイト同士でお互いの食品を交換してましたもちろん期限切れのものんごめんなさいもちろん期限切れ間近のものだけですが、うん、おかげでサラダやカットフルーツを提供してローストビーフや刺身を食べさせてもらいました<ー>社員さんが退社すると <laughs> まあフードロスにはいいですけどね しんどかったな俺もあのとあるパン屋さんの LINE 工場で働いてる時ずっとパンにベーコンのせるだけの作業をした時に「<laughs> <laughs> これこれ,これあ先輩これってずっとこうやるんですか? <laughs>」そうだよ今日シフト終わるまでずっとあの田村君はあのベーコンを乗せる他の仕事がいいんですけど」 で次クリームパンの方に行ったらずっとクリームを混ぜ続けるってその機械から出てくるところがつまらないようにクリームをずっと混ぜ続けるというのを8時間やって先輩ちょっと違うのがいいんですけどで最終的にピックアップするあのコンビニに出すのをまとめるところが俺が一番合ってるなと思ってそこに行きましたけどね「早いね田村君」って言われて。 その <laughs> こっち側のなんとかさんが遅いからちょっと手伝ってあげてっつってあ時給が上がらないのになんかなんとかさんの手伝いしなきゃみたいなあったねいやもうもうできないかでもあの時も相当歩いてたよ俺 <laughs> ピックアップすんのに <laughs> ぜひでもね仕事終わった後のお風呂と飯がうまかったな、まあ これ,これずっと言ってたら特定されんのかな <laughs> おふ働いた後お風呂があるってあそこ工場じゃねえみたいな分かんない <laughs> 工場にあるんですね言っちゃったしね <laughs> うん、まあ、大体あるんじゃない工場に別に嫌な思い出じゃないから、うん、ありがたかったですか <laughs> 大変だった、えー、今週の部活以上になります東京都青梅市ラジオネーム青青青井さん44歳男性の方からいただきました。 現在バツイチの私ですがこの度再婚することとなりましたそこでご相談です今前の妻に払っている養育費を減らすことってできませんか離婚の時に決めた金額ではあるものの収入が以前よりも減った上に何かとお金が必要で今の養育費を払い続けるのが厳しくなりましたいきなり前の妻に相談しても認めるわけがありませんなので先に弁護士の先生にお力をお借りしたいですよろしくお願いいたします あれこれはできるんじゃなかったかななんかそんな話聞いたことがあるような気がするな難しいだ収入が減っちゃったん、ね、で再婚するから下げるっていうのは難しいかもしれないけど収入が減ったんだからもう一回交渉させてくださいはできるような気がするけどどうですかどううでしょう はい、おっっしゃる通りですおやったぜ <laughs> 支払っている側が単純に再婚するっていうだけでは、まあ、簡単に養育費って減額できないんですけど収入が減ったとかそういった経済的な事情があれば減らすことができます。 まあ大原則として養育費っは離れて暮らす子どもの生活に直結するものなので一度決めたものを簡単に下げるっていうことはできないんですけどただ、払う側にももらう側にもその後のこう事情の変化っていうのはあるのできちんとした理由があればまあ一度離婚の際に裁判所とかあるいは話し合いで決めた養育費の金額を増やしたり減らしたりするっていうことは可能ですで。例えばまあ養育費を払ってる側 が仕事を失ってしまったとか収入がもう大幅に減ってしまったっていうことそれから養育費をもらっている側が逆にもう独立して就職したとかそういう事情があれば養育費の減額自由になります。 であるいはそうです、ね、その再婚をして、えー、再婚相手との間に子供ができた収入が変わってなくても自分が養う家族が増えたっていう場合も、うん、あの計算を変えて少し減らしてもらうっていうことも可能なんですけど、うん、まあ収入が変わってないのに再婚しただけとか、うん、再婚相手が まあ、専業主婦でなんか養わなきゃいけないから、うん、でかつそれもなんか希望した専業主婦であって本当は働ける状況であるかまあ病気だったりはやむを得ないと思うんですけどちょっと細かい事情っていうのは出てくるんですが、まあ、きちんとした理由があれば話し合いあるいは裁判所の調停だったりの手続きを通して減額することはできます。うんえー 市場は変わりますもんね。ね経済市場ね。払えなくなって仕事ができなくなることが一番問題ですもんね。うん、そしたら次もその金額が少なくなっても払ってもらえないことになっちゃう。このコーナー悩めるあなたからのメールファックス受付中です。以上今週の悩める人でした。 田村敦史のニュースクラブそろそろお別れの時間となりました来週は文化放送開局70周年記念の70時間特番ということでスペシャルゲストがお二人伊藤志郎さんと伊藤麻子さ,さんをお迎えして2時間たっぷりお送りしたいと思います、えー、ツイッターありがとうございましたこちらウッチさん物流の仕事はしんどいあるホームセンターのピッキングは2階から、えー、一輪車が一日中流れて一人で4連も担当していたら気絶するよ <laughs> ドッグフードの缶のドッグフードも重い自転車も流れてくるんやで、ね <laughs> 地獄屋だって。えー、うん。ロッの顔もそ,、ね、そうですね。箱まとまって入ってると。ねえ、アリデンさん、とんでもない、ろくでもない人でなし。横田さんのトランプ票最高だな。ね、飯久夫、飯田久夫巻さん、面白がってくれる奥さんおもろいな。うんそう、ね。離婚して、ね、離婚して名前を変えるっていう、ね、ててやろうと思うんだけど。ね、うん。あとは、そういえば。 えーさんから吉本だと I C レコーダー録音チェックされる。<laughs> 録音してへんやろうな。懐かしいな。録音してへんやろうな。あれ選ばれたんだっけ流行語大賞。選ばれてない。選ばれんか選ばれた感があるよね。<laughs> お前ら録音してへんやろうな。な懐かしいな。言うてる場合じゃないんですよね。<laughs> そうですね。うん。でももうなんかあれ以来。 どこかで誰かが録音してるって思いながらね「その文春さんのこと」もそうだけど <laughs>、うん、まあいろんな暴露してる方もそうだけどもう取取られてるよよねそうですね、うん、っちゃダメなんですよ、ね、いや別に取っていい黙って<あ>なんか生真面目に「録音していいですか?」って言わなきゃいけないと思い込んでる人いますけど、うん、相手との会話をただ。 取るのは何の問題もない。ええ<ー>、俺じゃもうずっと録音し続けと <laughs> <laughs> なんか本当に晒したい。もう。 テレビディレクターの下手くそな打ち合わせ全部晒したわけない何回何回言うんだよ怖い。分かってるよみたいなアーシー怖いわそいいですけど晒すのはまた別ですかすのはダメだちょっとアーシーチャンネルも気をつけないちょっとアカウント作ろうかな今日アーシーチャンネルぜひ皆さん注目していただきたいと思います今週はここまでです田村俊之のニュースクラブまた来週ですさよなら